加藤夏希は、日本の女優、モデル、タレント、声優、YouTuber ーー。秋田県由利本城市出身、ディメンションブルー所属。家族構成は、両親と兄の4人家族で、日本芸術高等学園出身である。ゲーム会社元気の、元気イメージがある沖にスカウトされ、CM 出演を経て1999年にドラマ、燃えろ、ロボコンのヒロインロビーナ役で、 女優デビューし、以降ドラマ、映画、CM、バラエティ番組などで活動する。端正な顔立ちと金星の取れたスタイルは、同世代女性から支持され、10代頃よりメイクやファッションモデルとして活動し、2005年から、神戸コレクション、東京コレクションなど、ファッションショーモデルを務め、洋服、バッグ、メガネなど、ファッションアイテムをプロデュースすることもある。2008年に、 秋田県立大学からキャンパス大使、2010年11月7日、出身地の百合本城市から百合本城市観光大使を移植された。同年11月25日には、秋田県が新設した秋田を PR する秋田日の国大使に佐々木望と共に移植されることが発表された。発表に際して、秋田県知事の佐竹隆久は、二人をスーパー、 秋田美人と称した。近年は秘密の県民賞に秋田県民としてたびたび出演している。デビュー当時は人年齢よりも年上に見られることが多いことから自分と同じ世代のオーディションには落選し未成年でありながらビールのキャンペーンガールのオファーが来たこともあった。無類のサブカルチャー好きであると公言しており芸能界デビューもゲームやアニメの世界に憧れてのことであった。 実際に仕事でも特撮やアニメ作品を数多く経験し、劇場版仮面ライダー流儀エピソードファイナルに登場した仮面ライダーファームを演じた際、記者会見で初の女性仮面ライダーとなったことを誇りに思うという趣旨の発言をした。2014年6月6日、自身のブログで一般人男性との結婚を報告した。2015年3月16日、 自身のブログで夫との挙式を行ったことを報告した。2016年3月12日に開催されたファッションイベント神戸コレクション2016スプリングサマーで第一子妊娠を発表。同日、自身のブログでも報告した。7月7日、第一子女児を出産。2018年9月12日、自身のブログで第二子妊娠を報告。 2019年2月19日に男児を出産したことを翌日20日に自身のインスタグラムを通じて報告した。2020年9月1日、この日開設した YouTube チャンネル、夏色において第三子妊娠を報告。2021年1月19日に第三子男児を出産したことを翌1月20日に自身のブログで報告。ありがとうございます。